。今日はジャグラー狙えるんで、ジャグラー頑張っていきたいと思いますんで、最後までよろしくお願いいたします。やっぱりこいつは何といってもまずは武道降格にいるかがすごい大事なんで、あ、いいですね、武道降格じゃないともう何歳ハマるんで、まずは武道降格を目指すっていうゲーム性です。はい、そんなわけで本日もよろしくお願いいたしますと。はい、今2000打ち込んだんですが、お見せした通り86も回ってるんで、もうこれはもう6といっても過言ではないと思いますね。あとは左下の55ランプ光ったら勝てる台なんで頑張っていきたいと思います。多分これ定格モード A におるし、多分設定1っすね。やめめ、これちょっと2日前ふとし東尋坊ダイビングモードからの土左衛門モード継続してるんで、ちょっとこいつ狙ってみたいと思います。いやちょっと浅いじゃね、設定ロックフェイク演出に騙されましたね。ちょっとこいつでまずは武道降格に押し上げて、でもここさえ引かれたらね勝てる台なんで簡単なんですけど、この武道降格の見極めっていうのが、まあ、ふとしと絡み、見てくださいよ、これこそが6の挙動ですよ皆さん。あーショートコースか、これビッグやったらね、ここジェットエアラインモードやったんですけど、ロングすでにもう500枚投資ですからね、ちょっとこれやばいですよ。ここさえ日がたね勝てる簡単な台なんですけどね、なんせ赤ちゃんなんで、まあまあ何はともあれちょっとこいつで様子見たいと思います。あ、なにこれ、嬉しいねえ、皆さん見てくださいよこれ、こんなもんもうビッグ確定でしょうがよ、素晴らしいじゃないですかこの台よ、これ綺麗、わずか50ゲーム、あーショートコース残念、この魔界抽選景気役なんで、ボーナス終了の時の第3停止の払い出しが終わる、くださいよまたこれ、わずか12ゲームですよ皆さん、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。ねじった甲斐がありました。26ゲーム、
コース。158。ここはちょっと慎重に調整しないとね。見てくださいよ、51ゲーム。ナイス。さあ、ようやくフトシがフライトモード。ありがとうございます。48ゲーム、ナイス。トシ、これまたふとしのこれ増殖いきますよ。ありがとうございます。うおー、ボインレイヤー、きれい。いやもうこんなんも設定の6でしょうが、こんなもん。ありがとうございます。フトシが増殖しております。
これで上上がってほしいもんですね。あのちょっと全然気配なくて、もう今69ゲームなんで、ちょっとボンカレーしたいと思います。除霊しますわ。見事に除霊の効果てきめんじゃないですか皆さん。330ゲーム、いやもうここ頼むショートコース、いやだでもいいかね、行った方がいい、現実かね、ショートコースやっぱり。いやここのほんまにこれランスチョースめちゃくちゃ大事ですからね、ほんまにこれ。見てくださいよこれ、146。あかんのかい。あー3枚掛けやってもうたかな今年。ナイスじゃないですか皆さん、なんとかギリギリ耐えてます。ギリギリのところやもんね、下手したら崖から突き落とされるモードやから。よし、はい、ありがとうございます。73ゲーム、まあまあまあ、とりあえずふとしフライトモードは継続、ありがとうございます。確定でしょうがよ。ありがとうございます。この設定はどう思うでしょう、周り見てみます。なんかお客さんおれへんくって今年大抗議下水道の匂いモード入ったらしいんで、
ドンちゃんナイアガラの滝モードじゃないですか。いやこれジジイのションベンモードでしょ。いやこれ他にね打てそうのないんで今日はこれ終わりますわ。やみやみ。赤ちゃん終わりました。いや皆さんの言いたいことはもう百も承知です、だけどもですね、何度赤ちゃんに騙されてきたか、このヒムロック。ほんまにね、あんな可愛い顔してね、もうね、一撃でね、騙してくるんで、赤ちゃんだけは本当に赤ちゃんに騙す、はい、ほんまにやめときますわ。もうあの状況でしょ。一応今日ジャグラー狙える日で平日やからちょっと期待してたんですけど、多分わかんないですけどね。でも6ではないですよ。だってブドウ確率が158分の1ぐらいだったもんそんなわけで面白いことも言えないんで終わりたいと思います。今からね、今日は早上がりですし、ちょっと食べ歩きのロケでも行って、気持ちよく帰りたいと思います。ありがとう。見てくださいよこれ。お疲れ様でした。せえよどういうことやねん。よいしょ、ありがとうございました。